夏の器と花入れ展2018年7月13日金曜日から7月29日日曜日まで福井工芸社で開催しています。日又美月と言います。福井県あわら市で、ガラスブランドオールっていう名前の屋号をつけてコツコツと制作をしています。よくテレビとかで見るようなこう息を吹き込んでこう大きい釜の中から巻き取って吹くようなガラスではなくて、耐熱ガラスを使って作品を作ってます。この例えば一輪挿しなんですけれども、これ名前、パグラスっていう名前をつけてるんですけど、ラテン語だったかな、パグナスっていう犬のパグの語源の拳みたいな意味があるんですけど、パグの顔みたいなくしゃっとしたような感じをイメージしたガラスっていうことで、こう造語でパグラスっていう名前をつけています。はい、でこちらは水入れるとですね、この光の屈折の仕方が変わって、お花を入れるときにこうガラスの綺麗さがキラキラと光る感じが出てくるものになってますね。こういうガラスとかは普段もうちょっと大きく口もちょっと広げて作っているんですけれども、それでコップとして販売してますけど、今回夏の器ということで、これちょっと口すぼめて大きさもちょっと小ぶりにして、そばチョコみたいな感じで使っていただくことも、意識したのと、もちろんコップとして使っていただいても大丈夫ですし、ちょっとお花のミルフィオにですね入れたりとかして、最近やっぱり100均とかでもこういうものってたくさん売られていますけど、そういうものでは表現できないような、色とか形とかをちょっと意識して。もともといずれ独立したいっていうような気持ちが、思いはありましたね。どっちかっていうと、一人で黙々やるタイプが好きなので、じゃあちょうどそのこういう耐熱でする作業がご自身の性格にも合ってるし、こう作りたいものにもこう合ってる感じなんですね。そうですね。なので、もう今となっては遊ぶ時間はほとんど取らずに、もうバーナーしてる時間がもう仕事しながら遊んでる時間みたいな感じで、一番こう気持ち的には、楽な